喫茶青ラジ、喫茶青ラジ、今回は NPO アーモリーナの中山さくらさんをお迎えしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今紹介をしましたNPO 青森ーナですが、まずは青森ーナの活動について紹介していただけますか。はい、今年の4月から発足して、みんなで青森を良くしようということで、今は青森駅前にお花を飾ったりしてます。はい、青森ーナの活動しているメンバー数はどれくらいの皆さん、はい、今は約20人でやってます。はい、はい、ね、今年4月にスタートしたばかりですので、これからいろいろな、ね、活動を展開していきたいと考えていると思うんですけれども、これから考えていることって何かあります？はい、もっとですね、街をこうお花でいっぱいにしたいということと、あとはやっぱりゆくゆく青森をもっと元気にしたりとか、もっと青森が良くなればなということを考えてます。はい、青森駅がね、お花でいっぱいになるということ、はい、そしてさらに駅だけじゃなくてね、もっともっとこう街がこう華やかになっていくという、はい、言葉で言うとなんですけどね、そんな感じになっていけばいいんじゃないかということですよね。はい、実はちょっと声が響いてるかと思うんですけれども、さくらさんの、ね、お店に実はお邪魔をしておりまして、はい、その仕事に関する話はちょっと後ほどお伺いすることにしましてですね、さくらさんはこの活動に参加するきっかけっていうのは、はい、そもそも話は何だったんですか？そうですね、私がやってる美容室に工藤さんがいらっしゃって、でいらっしゃるって喋る会話がいつも青森が良くなればいいなっていう話でいつも盛り上がってて、はい、でそれで工藤さんがその活動するということで、一緒にじゃあやろうということになりました。はい、つないでくれたこの工藤さんという方がね、はい、この青森ーナの代表と紹介して大丈夫ですか？はい、はい、ね、その、工藤さんはじめいろいろな方々がね、さくらさんはじめ集ってきているということなわけですね。そうですね。で伺うとさくらさんは青森に何年前に戻ってきたと伺ってますが、はい、5年前ですね。5年前、はい、いつ青森からこう出るというか県外に行くというような感じだったんですか？はい、高校卒業してすぐに神奈川県に上京した感じなんですけれども、うん、はいはい、それはお勤めをするということで？そうですね、美容室の会社に勤めて、通信の美容学校にも通いました。はあ、はい、もともと美容師を目指してたって感じ？そうですね、美容師になりたかったのもそうなんですけど、自分自身もおしゃれもすごい好きだったし、うん、あと学生時代からもうみんなをきれいにすることが大好きで、うん、学校の中で友達の髪を切ったりしてましたね。はい、じゃあそういうきれいにしたいっていう ね、 そうですね、美しくしたいとかね、はい、こうキラキラとしてこうね、髪や、そこからね気持ちも明るくなりっていうような、そうですよね、そういう気持ちがね、もしかしたらこの青森ーナに共通するっていうの、はい、街がもっともっと、ね、はい、美しくなるっていうの、そこにさくらさんがね、はい、ピピッとくるようなところがあったんです。そうですよね、はい、さくらさんが、はい、神奈川にいて、それで、まあ、青森から離れたわけじゃないですか。はい、その時に青森との違いであったりとか、ああちょっとこうしんどいなとか、私も実は東京に学生時代いたことがあって5年なんですけどね、はい、その時にね、なんで人多いんだろうとかっていうのはちょっと息苦しかったりとか、もわっとするなとかね、はい、なんか空気感がなんかこう、はい、よどんでるなとかね、はい、いろいろ感じることはね、それぞれあるわけですよ。はい、さくらさんはどうですか、神奈川にいてそれで都会に出てっていうこと、はい、ここよりも青森市よりも都会ですよね。まあ、そうですね。どうですか？そうですね、関東の生活っていうのは、まあ、大変だけど逆に刺激もたくさんあって、うん、すごい、まあ、若い時はそれですごく良かったんですけれども、うん、やっぱりこうすごく便利な部分があるんですが、逆に言うと不便、何かあった時に不便になったりもするし、うん、まあ、でもあの時はあの時ですごい楽しかったから良かったんですけれども、やっぱりこう青森に夏休みとかに帰ってきた時は、あ、こう春夏秋冬をこう肌で感じることもできるし、ゆったりとして、まあ、体が休まるというか、あ、いつかやっぱり青森に帰れたらなっていう部分もありましたね。
美容室の話も出てきましたけれども、はい、やはり美容師になるため、はい、そしてスキルを上げていくっていうことからすると、はい、本当にいろいろな情報が都会にはこう溢れていて、はいはい、そして学ぶことも多かった。そうですね。青森にいても確かに関東にいる時の方が勉強するきっかけとかやっぱり、おしゃれしてる人たちもたくさんいてそれに合わせなきゃいけないっていうのもあって勉強する機会もたくさんあったんですけれども、うん、青森に来てからも私たちもいつもその気持ちは忘れず仙台とか東京とかには、うん、まあ、セミナーとかを受けに行ってるっていうのはありますけれどもね、うん、はい。さくらさんがその戻ってこようと、まあ、いわば、まあ、Uターンということになることですけど、はい、そのきっかけって何だったんですか？ 3.11 ですね。 3.11、はい、だから東日本大震災ですよね。そうですね。2011年、3.11が私が32歳の時にそれが起きて、うん、はい、計画停電が1ヶ月ぐらい続いたりとか、うん、物流が何もなくて物を買えない時期とか、うん、美容室にお客様が電車が止まってるせいで来れないっていう時期がすごく長くて、やっぱり普段すごく便利なんですけれど人口も多いので何か起きた時にもう全部がダメになるんだっていう恐ろしい気持ちになって、はい、でやっぱりその時にもう私の中で、あ、やっぱり地元に帰ってお店を開いた方がいいなって思ったんですけれども、はあ、はい、でこちらに戻ってきて、はい、どうですか改めてその昔育ったその青森という、はい、まあ、自分が見た風景と今度戻ってきた時の風景ということで、はいはい、ああここがいいなっていうことを感じたりとか、あ、ここ驚いたなということだったりと、はい、どうですか？関東にいる時は春夏秋冬と感じる間もなく忙しく暮らしていたんですけれども、やっぱり青森に帰ってきたら、まあ、自然がたくさんあって春は桜だし夏はねぶただし秋は紅葉が素晴らしいし冬は雪だしで、すごいそれがある意味人間らしくこう健康的に暮らせてるなっていう部分がありますね、はい、やはり想像するとね、東京また神奈川関東本当に都会に大都会にいると本当に何か物事に追われて、はい、仕事に追われて、はい、ただ単にその家から職場までの通勤だけで終わってしまう。まさにそうですね、はい、寝る時間もないぐらいです、でも若いうちはいろいろなことを吸収できるからって思えるけれども、はい、だんだんと、はい、あ、これで生活ずっと続けていくっていうのはどうなのかなって思ったのかな。そうですね。あとはまあ美容師として忙しかったということがあって、うん、美容師さんとしか触れ合う時間がなかったんですよ、うん、でもやっぱり青森に来たら美容師以外の方とも交流する時間もたくさん増えて、うん、まあすごくそれが嬉しい部分ですね、うんうん、まあおそらくこの青森イーナの活動ですと、はい、先ほどの工藤さんの話も出てきましたが、はい、まあ、いろいろな人たちと触れ合える、つながるっていうこともそうですし、はい、今実はここの、ね、美容室職場にお邪魔してるんですけど、この仕事場でもこう会話をしながら、はい、会話の時間っていうか、はい、そういう部分も大切にしてるのかなと思います。そうですね。お客様というよりかは、まあ、人と人の付き合いっていう部分をすごく大切に仕事してます、はい、あとは青森の魅力っていうことで、さくらさんのまあご縁でね、その関東の、はい、まあ、いわば仕事の仲間の皆さんであったりとかね、はい、そういった方々が青森に来るっていうこともあるんですか？たくさん来るんですよ。たくさん来るんですよ。いや、それはもうさくらさんの人柄でいや、ね、会いに行きたいとかっていうことで、はい、どうです、皆さんどんな感想持たれます？いや、もう絶対また来年も来るという感じになってしまって正直それはそれで大変なんですけれど来たら来たらね、いろいろね対応しないといけないっていうね。ねぶたは 500% ぐらい絶対リピートするし、で弘前の桜はもう皆さん感動して泣きそうになるし、うん、はい、
あとは食べ物とかもどうですか？そうですね、食べ物もいつも美味しいものを食べに連れて行くんですけど、皆さん煮干しラーメンをすごい美味しいって言われて海産物ももちろん美味しいんですけど煮干しラーメンが結構皆さん私の友達はハマって、うん、いつも送ってあげたりしてます。あ、はい、青森にこう観光で訪れる人たちが、あ、これは都会にないよねとか、あ、都会じゃ考えられないよねっていうことに実感をしてくれるっていうのは嬉しいじゃないですか。そうですね、ホタテ貝とかも生きたままスーパーで売ってる時点でみんなびっくりしますよ。みんな言うよね、はい、だから本当にあの生きたこうね、まあ、海産物、まあ、はい、神奈川だともう浜もありますから、それなりに海産物あっても、はい、やはり東京でいろいろなあの居酒屋とかで出されるものって言っても生ものそんなにね、そうですね、うん、出る海産物に関してはあまりそういう感じでもないし、ね、そうですね、うん、あの皆さんそういうふうに感想を持たれて、もうまたこう来たいっていうような感じで、そうですよ、はい、じゃあ本当にそのところで、あ、気づかされる青森の魅力ってものに気づかされる、そうですよね、桜さんご自身もどこがこう改めていいなっていうのが、先ほどね四季を感じられるっていうことがありましたけれども、はい、それ以外だと、あ、これはあの自慢できるなってことあります？のんびりしてるとこがやっぱりいいですかね。あとは、なんですかね、美味しいものを、その旬な時期に美味しいものを、例えばお米も新米を食べる、これからの今の季節とかもそうですし、そういう感じですかね。あの聞きますと、あの青森に、まあ、さくらさんはね、あの青森市よりも近いところに、はい、出身としては生まれは、あ、もうあの地元は蟹田です。あ、蟹田、はい、外ヶ浜町蟹田です。外ヶ浜、はい、ですから、まあ、近いと、はい、でね、外ヶ浜の、まあ、いわばね、青森県にはまあ戻ってきたという形ではありますけれども、はいはい、青森に何かのきっかけでこう接点があって、そして青森に住もうかということであったりとか、はい、ファンになってくれる人っていうのが周りに増えてるっていうことを聞いてますね。青森市とか青森県自体に縁もゆかりもない方々でのお客様たちが、なんか青森のお気に入ってお家を建てて住んでいらっしゃる方何組か知ってます。いや、そうなるとね、非常に嬉しいという、まあ、移住っていう形ですよね、はい、ですからそういった形でね、あの青森のファンになってくれて、はい、まあ、もちろん一気にね、あの来てくださいって言ってても、はい、なかなか情報がない中で、でも何回かこう観光でもまたさくらさん通じてね、あの交流があって、はい、そこから、あ、もしかしたら将来はこう青森でもう少し時間、はい、ゆっくりとした時間過ごしたいなということを思ってくれるんじゃないですか。そうですね、あとやっぱり青森だと大きい震災が今のところちょっとないっていうのも私の中ではすごく魅力なんです。あの青森県内でいうとね、どうしてもあの太平洋側っていうところ、はい、まあ、全体的に地震が多いっていうところはあったりはしますけれども、はい、あの大きなところでのっていうようなこと、まあ、震災の時も青森県内は、はい、あの停電にもなりましたのでね、はい、まあ、必ずしもリスクはないっていうことではないんですけれども、はい、今は本当に風が青森市に住んでる限りは風が強いぐらいかなっていう。そうですね、ちょっと雨が降って、この周辺だとね、はい、あの水はけもまだいいので、そうですね、なのでそれほどこう困らないというか、はい、うん、その辺は安心してこう住めるっていうのは、はい、もしかしたら有利な条件というか。そうですよ、私特に思いました。まあ、雪のことをね、はい、言う方もいろいろいますけれども、はい、どうですか雪に関しては。いや、雪は備えがあるし、うん、雪かきは運動になるし雪のおかげで湿度もある程度保たれてるので、私は確かに雪かき大変ですし、途中でうんざりする時もあるんですけれども、雪の恩恵もありがたく思ってますよ、うん、東京だと冬場乾燥するわけですよ。もう湿度 30% 以下とかなんですよ。ですよね。で、もう本当に常に喉が痛かったんですけれども、うん、青森に来てから、あれ、今
今年全然大丈夫だって思い始めて、うん、その帰ってきた時からそっか雪のおかげで湿度がこれだけ保たれてるんだっていう、うん、思いました、うん、雪が降るっていうのは当たり前の四季としてね、はい、やっぱりそれの変化だっていうことで受け止めるっていうのが青森の場合ではねそれが当たり前で、うん、東京の人たちは本当にもうニュースで大騒ぎするぐらいでちょっと降ったぐらいで、ね、ちょっと滑ったぐらいで、はい、ね大ニュースになってしまうぐらいで、はい、まあでもそういうのは備えがあればっていうことで、そうですね、そういう式なんだっていうそういうものなんだって受け止めれば、はい、何の怖いこともないんじゃないかと。そうですね、町が雪かきしっかりやってくれるし行政の方がやってくれるし、そうですよね。あの話をね、アーモリーナに、絡めていくと、はい、まあ、まさにその四季自然っていう部分からすると今回の花の活動もね、はい、まさに、自然っていうものをね青森駅、まあ、都会というかね都心、中心部ってことになりますから、はい、青森の中心部ですから、まあ、どうしてもねあの花はこう飾ってあるにせよあまりそういう、多いという感じではないと、うん、まあ、青森駅舎をね、そうですね、こう飾っていこうということですので、はいはい、そういった中で、まあ、改めて、はい、その青森駅舎、はい、来年で60歳ということですからね。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでたいですよね。おめでたいですよね、はい、それで今回ね花とメッセージでいっぱいに飾ろうと。そうですね、青森アーナーで今考えてるのは、はい、もうとにかくお花で1年間いっぱいに青森駅を飾ってあげたいということで、うん、活動しようということになってますので、はい、それで、来年の1月からですね、はい、クラウドファンディングということで、はい、あのインターネット上であのご寄付お金をねあの頂戴して、はい、そして、活動に当てて、はい、でもちろんあのご寄付をいただいた方々にはあのお礼を何らかの形で、はい、しようということで今準備を進めておりますのでね、はい、ぜひ応援していただきたいと思います、はい、まあ、特にあの今もう桜さんのもとにこう集いし青森の皆さんとかね青森ファンの皆さんとかですね、はい、本当に青森出身で東京大阪、まあね、まあ、まさに県外の青森の出身の方がこう青森駅舎、あ、青森駅が還暦なんだと。で実は青森駅舎あの取り壊されて新しくなります、うん、ということです。あの新しい新青森駅はね、あの、はい、もうすでにあの新幹線来て新しくなってますけど、ね、はい、青森駅舎は古いままなのでこれが新たにあのなります、はい、その前にこの、まあ、還暦、ね、お祝いをして、はい、そして、新しいものに変わっていくということですから、はい、ぜひねあの青森駅への思い出もそうですし、青森への思い出のある方に協力をしていただきたい、はい、そうですね、たくさん皆さんあると思いますね。お世話になりました。さくらさんの青森の思い出っていう青森駅、うん、そうですね、どうです？私が学生の時はまだ携帯電話とかがまあない時代だったので、はい、青森駅でお友達とまず待ち合わせするとしたらもう青森駅、うん、青森駅に5時ねとか、あ、まあ、そういう感じで待ち合わせをして、でもやっぱりこうちょっと学校が遅くなっちゃったりとかして5時になっても例えば友達が来なかったら青森駅とラビナの間に海老名っていう場所にあって、はい、その海老名に掲示板があったんですよ。でそこに先にクドパンに行ってコーヒー飲んでるねとかって書いてクドパンに行ってコーヒーを飲むっていうのであそこだって分かる人は青森通ですね。青森に生まれ育ったんですね。今ないですからね、今コンビニになっちゃいましたし、学生の時はもう顧客でしたね、うん、はい、ですからそういうたまり場であったりとか、今もう携帯とか LINE とかね、はい、あのまあまあ、携帯からもうすでに スマホになって、今携帯なんて言おうもんならね、そうですね、今本当に子供たちはスマホから入ってきてるので、はい、なんか古いなっていうことを思われちゃうんですけれど、はい、今 LINE とかねそういうので、あ、ここいるよ、あそこいるよ、そうですね、待ち合わせ場所っていうようなこととか、はい、伝言板なんてね東京とか駅にはね結構あったなっていうのもね、はい、思い出して、青森でもありました、はい、とりあえず学生は皆さん青森駅に大集合でした。だから私はあの青森駅に着くとみんないろんな高校の子たちがたむろしてる感じでしたね。特にね、はい、こうカニタから学校に通い、そうですね、はい、そして青森にあの駅に遊びに来て、はい、そして中心部はそうですね、
今よりはもう少しねお店もあって、はい、まあ今もねラミナさんとかいろいろありますけれども、はい、当時は当時で風情がありましたからね。そうですね、ですからぜひ青森駅に思い出のある人であったりとかメッセージの中にそれをね織り込んでいただくっていうのもね、はい、すごくいいと思いますし、ぜひ青森に思いのある人たちが、はい、ぜひこういった形でね協力できるチャンスでもありますから、はい、ぜひ2019年の来年の1月から、はい、クラウドファンディングが、スタートいたしますので青森駅を花で飾りましょう、はい、素晴らしいですねぜひねこのメッセージを、このトークをね聞いて、ピピッと来た方はねはい、よろしくガイダンスを、はいブログにも掲載しますので、ぜひ、ご協力いただければと思います。さくらさんこれからまあ、先ほど青森の PR っては言いましたけれども、はい、どうですかこれからこうどういうふうにこう青森をこう盛り上げていきたいっていうような感じを思ってます？そうですね今外国のお客様もたくさん来てくださってるっていうのもすごいありがたいと思うんですよ、うんはい、でやっぱり青森に来てすごく思うのがとにかくこんなにいいとこだったんだって気づくことっていっぱいあるんですけれどもやっぱりこう観光客の人ももっと増えたらいいなとか、うん、もっとホテルとかできてたくさん泊まる場所ができたらいいなとか、うん、単純にそういうふうに思ってるんですけれどもね、うん、なんかもっと外からお客さんがたくさん来てくれたらいいなって、うんうん、思ってますね、はい、そういうふうにしていきたいなって、うん、で来た時にお花とかたくさん飾っててあ駅が綺麗だなとか街が綺麗だなって思ってくれたら、うん、もっとすごいいいなと思うんですけれどもね。そうですねまさに美容師さんはねビューティーですからね街をビューティーにしてその美というものにねピピッとくるという、はい、やっぱりその感性というものがねこうさくらさんをこう動かしてるんだなっていう活動に、ねはい、向かってる仕事に向かってるんだなと改めて思いました、はい、ぜひねこの機会に NPO 青森リーナの活動もぜひ注目していただいてでさくらさんはちょっとね検索をするともしかしたらねさくらさん美容師で、はい、ピピッとお店の方に来るかもしれませんありがとうございますそんな感じで、検索ワードそうするとですねたどり着くかもしれませんのでね、はいまさにこう青森の元気印ということで今日は ありがとうございますお話をお伺いしました、はい、NPO 青森リーナの中山さくらさんに、この時間はお話をお伺いしましたありがとうございましたありがとうございます。